Quality you can count on. ちょうど20年前のドラフト会議、山田は速球を武器とするアンダースロー、阪急が1位指名。この年、山本浩二をはじめ田淵、富田、有藤、星野、東尾、福本、加藤といった名選手が誕生している。ピッチングで、見てたらね、キャッチャーの構えるところへ球が来ずにね、ベーベーっと来るわけやね。で、山田に、おい、少しはミット構えてるところへ掘れやって言って、ピッチング終わった時話した。そしたら、彼はね、そういうことで、ほとんどその言葉を返すということはない男なんですよね。入って言ってるわけで、ところがね、ピッチング終わってね、 僕はまあよその方見てた。さあ、僕の後ろ通って歩いていくときに、ね、早ければどこへ掘ったって打たれないですけどね、ちって歩いていけないのね。まあそういう無国旗っていうかね。その時は西本さん黙ってたんですか？いや、苦笑したよ。独り言みたいに言ってね、後ろ通っていけはんの。しかも俺にちょうど聞こえるか聞こえないぐらいの声でね。昭和46年、当時23歳の山田は防御率勝率1位の初タイトルを獲得。22勝6敗リーグ優勝の原動力となる。しかし、その年の日本シリーズ、山田を語る上で忘れることのできない一球がある。例の日本シリーズですね、王と対戦してですね、そして、試合の、を決めるそのホームランを打たれた。あそこがやっぱり、彼にとっては自分を作る一つの大きなきっかけになったと思うんですよね。9回裏2アウト、1対0で阪急リード、あと1人で完封勝利。しかし、長嶋の打球はセンター前へ抜けた。ランナー1、3塁、迎えるバッターは王貞治。王はアンダースローに強くないというのと、それから世間一般で左はアンダースローに強いという、そういう意識がね、その2つのあれが頭の中へこう出てくるわけ。判断しかねてマウンドまで歩いていったね。そして歩いていく中で、でもその歩かせようか勝負させようかっていうのは全然判断がつかなかった。あとは山田に任そうと思って、おい、どうするっちって言った。そしたら、もう山田に聞いたら僕は答えははっきりしてると思った。攻撃ありません。ワンストライクワンボール、投球3球目、第3球を投げた、打った、腰を上げません。王に向かっていってね、してやられた。そこでそのやっぱり俺よりもまだ上がいるというかね、そういうものを掴んだ山田には大きな収穫だったと思うんですよね。僕はね、前からお聞きしたいことがあってね。僕はやっぱり最初に山田さんがすごく印象的に僕の中に飛び込んだのは、まあ、その日本シリーズ その当時王選手のスリーランで、やっぱりそれなんですけど、その時の、まあ、ひざまずき方とかね。で、まあ、そのベンチへの帰り方って、あれはすごいだろうなってまず思って、で僕が聞きたかったのは、あんなにその日本中の中でね、でもほとんど日本が注目してる中でね、そうやってまあ
まあ、ヒーローを作り上げる役をやったわけじゃないですか、うん、でもでもあれ大変な感じだろうなと思って、で、まあ、その夜に何をしたのかとかね、監督のとこ行こうと思って監督の部屋ノックして、すいませんでした、ホテルで、ホテルで自分勝負 しますって言ってたんですから、うん、すいませんでしたって言って、いやいいよ、今日はお前に関しては門限がないから行ってこいって、じゃあ今日は飲ませていただきますって、もう飲めた。僕はあの時々こうあのプライベートな時間の時にね、ああの歌い手の、まあ、ちょっと一つ歌っていただけませんかなんて言うとね、困ったなって思うんですけど、それはそこに置いといて、僕は一度そのプロのピッチャーの人の全3割ぐらいの投げる球って3割ですよ、がどういう球なのかね、こう一度見ておきたいなと思ってるんですけど、そのもしできるんでしたら、こう3割ぐらいですから、ちょっとこう受けられるもんかなって、うん、いやそれは受けれますよ、いいですかね、簡単なもんですよ、寒くもなってきたんで、ね、ちょっとこう、もしできたらお願いしたい、運動してみましょうか、はい、いやいや受けれますよ、はい、あボールが軽い、もう違うんだ野球やってますね、ちょっとは。おお大丈夫？大丈夫じゃないですよ。こう立派。マウンドっていいもんでしょう。気持ちいいですね。ねえ。進化。すごいね、やっぱり。私は父です。何考えて喋ってまんねやろうな。私には健康が必要です。頼られる人の需要競争剤ゼリアス誕生。そう、山田は目覚めたの。神経シリーズが私を変えた。戦略経営のパートナー富士通のオフィスプロセッサ神経シリーズ登場です。元気かい？私がキャプテンイグロだ。さあ、私のフィッシュオフィンガーを食べ。ご覧、カリッとして中身はフレッシュ。美味しいかい？美味しい。お母さん、中身は 100% 白身だから最高です。イグロのフィッシュオフィンガー。俺は髪が硬くて困ってる。だから。F インヘアソフナーを使う。硬い髪、泡でたちまち柔らかく。F インヘアソフナー、俺の便利。F イン。ドライなビールではありません。うまさで言えばモルツ。麦芽 100% 生ビール。サントリーモルツ。山田さんもまあ僕も昔の。投球とかそういう自分のいい時のイメージっていうのは頭の中に入ってます、こびりついてますからね、そういうイメージで投げて最近そういうボールはいかない場合ね、特にやっぱりなんていうんですかね、そういう自分のイメージと今実際投げてるボール違いとかね、そういう感覚の話も多いですね。年取った証拠ですね、昔どうやったなということが多かったですね、話の内容が。今現在の心境は俺自身は寂しいなと、あそこまでやるんやったらもっとやってほしいなという気持ちがあるし、
やれんはずがないと。変な話じゃないけど、マウンドで僕は当たって死んでもいいなという、そこら辺までやってほしいなという、そんな気がちがするんですけどね。今一番っておかしいけど、そう心配してくれてますね。あいつの癖がとにかくユニフォーム脱ぐなっていうことですからね。あいつが一番分かってると思いますよ今年。やっぱり寂しい思いしてるんじゃないですか。9月11日西宮球場対西武戦。今日の先発は誰ですか？この時山田40歳不惑の年を迎えていた。長男新平は親父の姿を見守る。どうでしょう、彼の場合だったらやっぱり心配してきてるんじゃないかなと思うけどね。それとまあ感じてると思うしね、そんなにもうマウンドへ上がって投げる機会というのはそんなにない、見る機会も少ないという、彼なりにやっぱり感じてるところがあるんじゃないかなと思う。だから最近非常にこう球場へ足を運ぶのが多くなってきたね。3回降板、短いマウンドだった。なんかかわいそうやね、なんか。まあしょうがないかな。初めの一発だけやからね、見てても。別にそれ以外は良かったと思うから、変えてほしくはないね。まあしょうがないんかな。そろそろやはりはっきりした結論は出す時期には来てるなという気はしたんですけどね。これは悲しいことなんですけど、やはりはっきり言ってこう戦うっていうんですか、マウンドで上がってキャッというこう戦うっていう、そういう闘争心っていうんですか、そういう気持ちがちょっとずつ薄らいでることは確かですね。やはり勝ちたいとか、その負けた悔しさとか、その勝った嬉しさとか、そういうこう感激性がなくなってきたらね、やはり体力的な衰えも早いだろうし、精神的なこう支えもなくなってくると思うから、それを常に自分でこうかきたてるものは何かっていつもやってきたわけですよね。毎年毎年こうやってきたけど、今ふっとこうなんかそういう支えみたいなのがなくなってるんですよね。まあ今年スタートするのやはり300という目標あったですからね、これを今年なんとかいい成績をして来年につなげようという、それでスタートしましたからね。今この終わりに来て、あちょっと届かないなっていう時にやっぱり諦めが早いですよね。もし辞めるとしたら、まあ辞めるんやったら、まあよく頑張ってくれたなと思うだけで、もし来年も続けるんやったら頑張ってと言うし、まあどうなるか自分お父さんが決めることやからね。僕は何も言えないから、まあ新聞にどう書いてあれお父さんが決めることやから別に気にはしてません。いかがですか、私の歌。我が人生に悔いはない。
この日9月11日山田は引退を決意した。しかし野球選手とか、まあ、そういうスポーツ選手っていうのは当然こう肉体の限界みたいなことがあって、まあ、僕らぐらいの年でねやめてって、まあ、これからはきっと後進の指導だとか、それからいろんな野球を見たりしてその評論とかそういうことになったり、まあ監督になったり、まあいろいろするんでしょうけど、そういうの僕らのこう職業から見てると、まあ、ある意味ですごくこう羨ましくてね、つまりもう限界があるっていうことでね、なんだかね歌なんか歌ってるとあるのやらないのやらちょっと歌にはだけど限界ないんじゃないですか。そうだからなんだかだけど歌うこう、まあ井上さんの歌もあれですけど歌うこうあれがちょっと違ってくるでしょ。あ、そうですね、確かに、まあ、あの、30で歌ってる人あと40で歌ってるとやっぱりちょっと違うような気がしますね。違いますね。歌い方まで変わってくるんじゃないですか。きっとも相当変わると思うんですよ ね。50ぐらいで今ぐらいの歌を歌えたらかっこいいですよね。だけどもう今僕なんかそうやって自分で歌う歌うっていうよりやっぱり若い人の歌聞いて、ちょっとやっぱり高音部がどうのこうのとかそんなこと言ってた方がいいんですけどね。監督やった方がいいんです。監督っていう立場の方がいいんです。野球の監督っていうのはまた一つすごい、男のいい職業ですよ。これは大変な仕事ですよね。大変な仕事だし、またやりがいありますよ。もうなんかすごくいい感じが伝わってきました。いやいやいや、そうなんじゃないですけどね。とにかくまあ仮にそういうまあことがあるかもわからないと思うからね、だから3年か4年、阪急しか20年間阪急の野球しかわかりませんでしたから、多分これからあと11球団の野球をとにかく見て歩こうと思うし、もちろんアメリカの野球を見なくちゃいけないし、それを知ってみようと。いや監督をやるってそういうわけじゃないですよ。それっぽいことじゃないです。宣言したら大変なことになるから。ただ全然関係ない敵と戦わなきゃいけないですね。そうですね、まあそういう意味ではこれからやることが、まあ、日本を脱いだことは非常に自分でもだんだん寂しくなってくるでしょうけどね、それをやっぱりこう振り切るためのいろんなものをやってみたいなと思います。10月23日最後の登板まであと5時間半これが一番無難な、上げるよりはこっちの方が無難かな。山田は珍しく息子新平にゴルフを教えた。穏やかな最後の朝、その4日前突然のことであった。この度阪急ブレーブスは54年の歴史に終止符を打ちまして、球団をオリエントリース株式会社に譲渡することにいたしました。連続万人の阪急武道具と達成いたしますね。これからという時に本当に残念です。最後の登板まであと5時間。